スオーナダの位置スオーナダは、瀬戸内海北西端に位置する海域。北は、山口県南岸、東は、室津半島南端から、八代島、西は、関門海峡に至る線で区切られる。南は、大分県の姫島と山口県の宿島を結ぶ線を、境界として、伊予灘に接する。東部ほど深度が深く、西へ向かうにつれて、浅くなる。また、 福岡県北東部と大分県北部の旧部全国に属す地域では部前海と呼ばれる。気候は瀬戸内海式気候に属している。晴天の日が多く、降水量は比較的少ない。冬は関門海峡からの北西の季節風の影響を受け、雲が広がりやすく雨、雪を降らせることがあるなど、日本海側気候の特徴も見せる。しかし、 季節風は山地で抑えられるため、沿岸の波は穏やかで海が荒れることは少ない。九州北部から中国地方西部を強い台風が通過する際には、沿岸部が顕著な高潮に見舞われることがある。事実、1942年には台風によって、総大名田沿岸部で大規模な高潮被害が生じ、総大名田台風の名で知られる。また、宇部市の沖には30年以内に、 地震の引き起こす恐れの高い層灘断層体の存在が明らかとなっており、主要活断層に指定されている。北九州市のソネ干潟、大分県中津市の中津干潟、宇佐市の和寒海岸などの広大な干潟が存在し、良好な環境が保たれていることが知られている。これらの干潟には、絶滅が危惧されるカブトガニなどの生物が生息しており、貴重な野鳥が 数多く飛来することでも有名である。漁業が盛んで、沿岸ではカレー、ブリ、マージ、マダイやサバなどの漁獲量が多い。また、西部ではカキ、海苔の養殖も盛んに行われている。有明海など日本の暖温帯域の広大な旋海や干潟を要した内海のほとんどは、今開発や汚染などで生態系が著しく破壊された状態にあるが、スオーナダは、 例外的に良好な環境が多く残存していることも知られる。東京湾はじめ各地で絶滅したオギスも、スオーナダでは今も細々と生き延びている。日本のほとんどの産地が壊滅状態にある在来の真のハマグリの個体群が生き残っている干潟もスオーナダで発見されている。沿岸の一部は太平洋ベルト地帯に含まれ、 山口県東部の石油コンビナートは瀬戸内工業地域の一角をなす。関門都市圏周辺地域は北九州工業地帯をなし、セメントや化学工業のほか、近年は自動車産業の集積も見られる。ありがとうございます。